こんにちは、お疲れ様です。あの、いつか公開のコーナーになりますけども、あの NFT のアートね、それよりも以前に、あの AI アートなんですけども、これね、あの、まあ、タカさんもお分かりだと思いますけども、まあ、早速、玉石混合で、あと一旦、このマーケットって、バーッと広がった後ね、あの、17分の1ぐらいに縮小したんですよ。要するにバブル一回崩壊してるんですよね。で、えっ、ー、と、当然、今でも、あよふやなものとか出てますし、そもそもあよふやなものばかりなんですよ。 で、本物がこれからセレクトされていくんですよねだからどれが本物っていうわけじゃなくってこれから市場が決めるんですよだからどの船に乗るかっていうことなんですよねだからあのビッグネームに乗っとけばいいってもんでもなくてそれがそのままこけることもありますしで、あとはまごまごしてるとチャンスそのものに乗れないんですよでどんなこともそうなんですがあの不確定要素っていうのはもう満載されてるんですよねでそこで渦中の栗をつかむではないですけども 大怪我しなながらやっぱ掴んんでいくもんじゃないかなと思いますよね、うん、当然その大怪我の中にはだ、まあ、騙されたりとかね二足三本のものを高値で買ってしまったりとかっていうのも当然込みでなんですけども、まあ、そもそもそういうもんじゃないですか投資だのビジネスだの人生っていうのは、うん、だからその一寸先は闇だけども安全を期待してたらこれね普通の人生になっちゃうんですよ普通の人は挑戦しないでしょで安全な人生を求めて、まあ、言ってみればしょうもない人生で埋もれていくわけですよね うん、で結局主導権を握られないまま人生は終わっていくわけなんですよ。でいつか何かをやろうと思いながらいつの間にかねあの20過ぎて30過ぎて、まあ、それがどのぐらい危なっかしいことなのかってことがわからないまままだ人生の本番がこれから来るに違いないと思うんですけどもすごい怖い考え方ですねそういうのはね。まあ、すでに手遅れが重なってきているからこそまた一歩待つとか二歩待つとか。 口癖はちょっっとと待ってて今考えているとかね、うん、岸田総理とかをね見ていればよくわかると思いますけども検討ってことのねあの意味のなさっていうのはどのぐらい感じれるかですよねあのできる人ってのは検討の前にもうやってるわけなんですよで検討するってのは何を検討するかっていうとまあどう何ケツを持っていくかっていうかねどう辻褄を合わせていくかってことなんじゃないかなと思うんですよ。 で、百戦して百勝するわけにもいかないですからその人生もビジネスもだからほぼは大けがなんじゃないですかね、うん、だからそういう視点発闘して視点抜刀っていうんですけども何回も転んで何回もまがいもん掴んでそれでも生き残るからあー道が開けるんだと思いますけどもやっぱりねなんかこう分かんないんですよ、うん、暗中模索ゴリ夢中なんですよでもそれに恐れをなすことなく 立ち向かっていくことと、うん、結局、ゼロからね、いかにして、の黄金を掴んでいくかだけだと思うんですよね。うん。まあ、ほとんどの人がね、やっぱこう真面目にやってるつもりで、ちんたらやってますんで、そういうのを尻目に、一歩も二歩も進んでいかないといけないのかなと。あの、失敗資産んというお話もしましたけども、失敗すらしない人生なんですよ、大半は。<laughs> 挑戦すらしないんですよ。 で、危ない橋を叩いて渡るのかと思ったら、叩きもせずに誰かが叩いてるのを覗いてるだけっていうね。まあだから、あの、決断もできないし、行動も鈍いし、で、自己正当化ばかりが続くんじゃないかなと思いますけどね。それでね、あの、NFT なんですけども、あのー、まあ、これがいいよってのはないです。ただ、自分で決めるんですよ。これで、これを使って、この NFT を使って、 当てていいいこうっていう風に、まあ、それしかないですよね、まあ、言ってみればねその野球に例えたらホームランバットっていうのがあるらしいんですよホームランバット野球ではねそのホームランバットを使うとホームランの確率上がるそうなんですよ、うん、でもそのホームランバットを探しに行っちゃったらダメなんですよねそうじゃなくって今手にしてる二足三問のバットで当て続けてそれがホームランじゃなくてもねヒットでも振り逃げでもいいんですよその中から まあ、富を掴んでいくってことじゃないかなと思うんですよ。うん、まあ少なくともね、なんかあの、勝率が高いからやったことって私なくって、そもそも勝率がないっていうかね、多くの人が見放してるからこそ行くわけですよね。みんなが群がった時はもう撤退時なんで、で、そういうのも NFT とか AI アウトにちゃんと入ってて、要するにこう、クリエイターが出まくっちゃった時っていうのも過当競争が始まってるんで、そこじゃダメなんですよね。うん、やっぱこう、ワンアンドオンリーの時に、 ま、突出して、で、えー、撤退していくっていうことだと思うんで、うん、どれがチャンスかはね、はっきりと分かりませんけども、まあ、私の目から見て、多くの人がまごまごしていて、NFT っていうのが出てきてね、もう2、3年続く概念だし、その AI アートなんてもっと前からあるのに、結局、それをね、身にしてる人がいないというか、単なるあのお遊びで終わっちゃってるんで、まあ、ここはチャンスだと思いますけどね、まあ、ここはチャンスというか、いつでもチャンスなんですけど。<laughs> だからホームランパッドは ここういういとなんですよ俺の握ったバットー全部ホームランバットなんですよ。で、他者に握らせると三振ばっかりなんですよ。で結局あの、使いこなせる腕を持ってるかとか、頭を持ってるかってことに尽きるんで、じゃあどうやってその頭や腕を持ってるかっていうと、まあ、怪我を恐れずにやり込むことじゃないかなと思うんですよね。まあ、それに尽きると思います。えー、っと、ここにも書いてますけどもね、信の信憑性がない、ええ、そうなんですよ、信憑性はないんですよ。 信憑性がないものに自分が関わることによって信憑性を持たせるんですよ、これは。うん、だと思いますよ、やっぱり。うん、で、えー、も私もね、正解を引いてるとは思えないですけども、最終的にはそれを正解にするまあ力量はあると思うんでね、どんなことでも。だからまさに自分の力を信じていくことじゃないかなと思うんですよ。そう思ってるから他者の意見っていうのは私は必要ないと思ってるんで、あ本当になんかこう退屈な理論ばっかり、 聞かされて何を言ってんだと思っちゃうことも結構あるんですけども、まあ、そのぐらい思い上がらないとやっぱね挑戦はできないんですよねそもそも人の意見を聞く段階でもうねあの鈍ってるんですよね足がね、うん、まあ自分で決めて自分で怪我をして自分で掴んでいくものじゃないかなと思いますねで NFT で稼げるかどうかは分かりませんけども NFT ごときは扱えるようなねビジネスセンスはもっと期待ですよね まあ、まあ私自身はもう NFT すでにもう稼ぎを上げてるんでその3か月目ぐらいで100万ぐらい上げてるんでまあ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 いけるだろうなと思いますねでこのスピードなんですよ初速でドカンといければいけるんですけども初速で思った成果が上がらなかったらこれがね3か月とか6か月とか1年経って本当なんかそのうちそのうちになっちゃうんですよね、うん、売り上げが上がらないことになれちゃうんで そういうところもあるんで、ちょっとね、あの、不確定要素は当然あるんですけども、うん、だからこそ、誰もついてこれないだろうと、参入障壁が高いだろうと思って、やっていくということです。ね、正直どうなるかわからない市場だからこそ、今見えてるものを確実に情報発信していく。まあ、少なくとも、YouTube で情報発信してる以上はリスクがないんで、あの、例えば、 NFT なんてのは何に使うのかなってことを何点かにまとめてお話していくとかえそれからこの手のものっていうのは歴史上 NFT ではないけどもーまあブームっていうのは何回か起きてるわけなんですよねでそれがどういうものなのかとかあとはまあそもそも NFT っていうのはブロックチェーンの一つですからちょっと前に流行った ICO と似てるわけですよあの暗号通貨に特化したのが ICO で,で NFT に特化したのがこれはまたあのブロックチェーンの NFT えーまあ、その一つがアートなのかなと思うんですけどもこれアートで終わる話じゃなくてその音楽も NFT をかましていったりとかあとはあれですよねスマホアプリとかもそうですよねあれに NFT が入っていってその、まあ、コピー不能といいますかね差別化ができるようになるとか、まあ、今でこそいろいろと見ていくとあの、まあ、例えばロールプレイングゲームで A っていうゲームが出てる数じゃないですかそれをそっくりそのままコピーした B っていう。 うん、粗悪品が、海賊版が出ていて、誰にも気づかずにプレイされてるっていう現実もあるんですよ。だからね、なんかこう、ユーザーのほとんどは、ただタップしてるだけなんで、私たちはそれをプロデュースする方ですから、見分けていく方なんでね、あの、お前置いてかれちゃいけんなってとことですかね。で、手詰いも、手詰も肝心なんですよね、手詰いも、うん。あの、やっぱレースでも、 最高速度を出す時があると思えばどっかであのスピードを落としてコーナーを曲がる時とかチェッカーフラグが降りた時ってやっぱりスピードを落とさないとそのまま激突して事故っちゃいますから、まあ、だからね手締まりっていうのもちゃんと考えていかないといけないかなと投資の,の世界には頭と尻尾はくれてやるって話があるんですけども初速になかなか気づける人がいないんで 何かが動き出したらそこに後追いでついていって、えそして終わるかなと思ったら惜しげもなくこう切っていくっていうかね。で、余韻の方はあのー、自分にはちょっと追っかけられないなと思ったらそれはもう市場に残していくって感じですか。もうものすごくこう超上級者とか、あのー、いわゆる裏の世界とかをちゃんと知り尽くしてる人ですよ。なんか頭から尻尾まで全部取っていける人っていうのはね。NFT はそんな感じなんじゃないですか。ま,あ、まだまだあの話しされないことがあるんですけどもあの、賢い人しかこれは入っていけない世界なんで、 ついいででに賢くなっっててきましょうってことですかね。まあ、今の時点で賢いかどうかはちょっとさておいてですねこれをくぐり抜けたらまた新しい脳細胞が育つと思いますのでじゃあ今回はそんなところで、えー、今送られてきたもう一本のメールの方を拝見しします。よろしくお願いします。